かに手を。 OK 彼氏とかじゃなくて、ね、OK 回したよ回したよ。えい、上半期終わりましたよ。上半期の記憶がないって。で、私初 MC で Q スタジオスタートです。で、4月 NHK スタートなんで、私は式場に行って、で、交通安全名水大使ね、名水大使ね、めっちゃ気をつけてるもん。そうだね、私忙しすぎて仕事をちょっとペースダウンしようかなって思ってた時に、すごい出会いがありまして。おえ、もうちょっと乗ってくんない？聞いちゃダメなんかもしれない。いや、どういうあれなんかわからない。メンズだったら誰？流さないからね。ちょっと事務所は欲しいなって思ってたの、そう、物件に一目惚れしたんです。へー、というのはこちらです。イエーイ。忙しくてほとんど何も置いてない状態、むしろ奇跡的にあるこのソファーぐらいの感じですね。大家さんのご意向で置いてもらったソファーと机をただただ使ってる。さあ、畳の部屋も横にあってね。そうカフェで仕事したりとか、ね、うん、眠い時は公園の駐車場で寝たりとか。営業マンや、営業者の横で私もこうしてこうして寝てるんだけど、営業マンたちと並んでね、並んで並んで、みんな木陰奪い合うからいつも決まった時間にいますからね。同じところにいる、本当にいる。で、そういうのもあって富山市内でミーティングしたりとか、仮眠場所っていうことで、1日に何件も何件も仕事が入るっていうのは嬉しいですよね。確かに、なんかそう思ったらすっごい順調ですもんね、成長感じれるっていう、我が城を持ちましたっていう報告です。はい、でも皆さんのおかげですよね。いや、本当に本当に上半期も頑張りましょうね。下半期な、下半期も頑張りましょうねなかったことしてる。こんなに息ぴったりで突っ込んでるから絶対使うから。じゃあ、そんなところでぴったりじゃなくていいんじゃない。だからいいっていうか、揉め事ないのすごくないですか。それはビジネス仲良しだからじゃないですか。ビジネス揉めますよ。でも私ね、絶妙なバランスだと思うんですよ。こういうのにこうなんかこうやって重なってって。え、どういうこと。でもいつも思うのは、みんなが私を代表として扱ってくれてるからだなとは思うね。リーダー扱ってくれてるっていうか、代表すとりあえずでもこうやって上げてくれるリーダーって。そうリーダーだもん。私の意見をすごく尊重してくれるから、うまいことやってんのかなって。いや、でも金子さんがみんなのためにって思って考えてくれてるからだと思うんですよね、それしか考えてない。年数を重ねるごとに仲の良さ深まってる気がしますね。家族ぐらいに近いというか、5月、6月、7月の犬が大きくなりました。そう、ワンちゃん飼い始めた。あ、そうよ、今年だ。あ、そうよ、家族が増えました。ね、家族が増えた。そういえば私なんですけど、はい、入籍しました。え？ちょっと待って、ちょっと待って。リーダー詰まらせちゃう。今度旅行行ってきますみたいなテンションで言わんで、今視聴者の方もざわついてるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いつの間に？割とこないだ。割とこないだ？新妻。ちょっと待って、びっくりしすぎてリアクションも取れてなかったけど。新婚さんなの？妻じゃないんだ。活動は今後も津田奈由子で続けていくんです。津田奈由子で。え、新妻って呼ぶ？新妻奈由子。新妻星付けてほしい。っていうことになりました。いや、おめでとう。おめでとうございます。さらっと。プロポーズしていただいて、プロポーズの言葉です。そういう話聞きたい。いや、ちょっとね、微妙。言いにくい。何だろうな。逆にめっちゃみんな気になってる。めっちゃ気になるよね。プロポーズ何だった？あのね、言われてないです。お花にお手紙刺さってそこに書いてあります。めっちゃロマンチック。ロマンチック。オレンジ黄色系のバラが入ってました。クリスマスなんでクリスマスカードだと思って封筒に入ってたんです。なんで私の話なんですか。なんで人妻の話になったんですか。人妻の話聞いたんですか。このタイミングで聞いてみようと思って。リーダー13年前で。13年前ね、気になる。俺の古女房になってくれって言われました。お見合いですか。なんでよ、まだ話してないのに。お見合い写真白黒とか入れてください。ねえ、やめろ。親が認めた相手じゃないと的なねプロポーズとかなかった。でも、初めて会った日に結婚しようって言われたもん。それ旦那さんすごい。誰にでも言ってたと思うよえ、家具うちは誰かもしれない可能性はある、可能性はあるけど、インパクトがすごくて。で、そのまま一緒に付き合うようになったら誰よりも一緒にいて楽だった。私なんかね、ほんと恋愛と結婚別物って思ってたから、きっとこの人と結婚するんだろうなとは思った。で、決めて。私そもそもいいなって思ったのが、嘘をつかないとか、人の悪口言ったりしないとか、仕事の愚痴を言ったりしないとか。なるほどね。私ね、結構ネガティブな発言すると苦手なんですよ。ちょっと気になってたんですけど、一回3人でロウリュした時に、すーちゃんのタイプ無な人って言ってたんですよ。旦那さん無な人なんですか。感情の浮き沈みが激しくない、心が安定してる人が好きなんだねみたいな。彼がまさしく心が安定してる人ってことね。感情的になって怒ったりとか、感傷的になるタイプも苦手だし、決め手がそこだったんだろうな。大きい喧嘩とかもなかったって感じですか。全然、私もそういうタイプじゃないから。なぎですね、なぎ。いよいよ、おめでとう。本
とか着て報告してほしかった。いきなり、うん、いきなりバーンバーンみたいな、うん、いやもうこの年で熊大将ならないですよ。違うって。あでも心配なのは、人妻になっても YouTube 出てくれろ、うん、いやちょっと考えてる人ですよ。おとぶき大将なんですか。皆さん感謝されないんですか。むしろ何が何でも居座りやけな。おつぼねと呼ばれたい。出てくれる。よかった。じゃあ人妻なゆ子はね、二妻ね。あ、ごめんごめん、間違えて人妻こっちや、まあ、人妻なゆ子、はい、二妻ね。あ、ごめん。何回間違えた。指輪をするの、うん、そもそもなんですけど、アクセつけるの好きじゃない、うん、つけてピアスなんよね。普段から指輪されるじゃないですか、じゃらんじゃらんね。年取ると増えていくんですか。年取ると増えていく。時計もしてるし。確かにおばちゃんとかすごいもんね。あと20年後全部の指輪つけてると、うん。これも武装というか自分の装備、うん、この時計の話もしようよ、うん、これさだちゃんが私の誕生日にくれて、でその後に自分で買って、だからつーちゃんにもプレゼントしたいって思ってずっと2人で相談してたんだけど、うん、アクセつけないからなって言って買わなかった。私も増やしてきますわ。まず結婚指輪あるんですか。あ、ありますよ。忘れちゃうから言ってくれたらつけていく。基本ね、基本外さない。契約書みたいなもんだから外さない。外したらね、なくすよ。パソコン打つ時とかもなんかちょっと気になってるんですよ。この状態で打ってるよ。最初すっごい違和感だけど、うん、慣れ。そうだ、思い出した。初めの頃気になってずっといじってた。私もやってた、やってた。結婚指輪、結婚したことが嬉しくて、その時はつけてニヤニヤしてましたけど、うん、いや可愛いな。可愛い、可愛いな。運転する時とかもマジで可愛い。初めてもらったペアリング、バイト中とかこっそり見てニヤニヤってしてたよ昔。私多分女子足りてないんだと思う。乙女足りてない。乙女足りてないかも。スーちゃんそういうタイプじゃないんかもしれないけど、うん、私結構張り切るタイプなんで、最初の 1,2 ヶ月ぐらい超張り切ってたんですよ。何を何張り切る。何事も妻としてみたいな、うん、2,3 ヶ月ぐらいで終わりました。燃え尽きた。すげえいい妻って思ってもらいたかったから、そしたらまあ何事もほどほどがいいね。日常にユーモアがあるようにしたいなと思って頑張ってますけどね。何でもないことを面白く言ってみたりとか。なんかその努力すごい。どういうこと。何もない時にこそユーモアがあったら面白いなって思うんですよね。そう思ってやってるんですけど、なんか特別な、私おかしいこと言ってます。全然誰の同意もないない、まあ、無理することじゃないかなとは思う。え、式は結婚式なになに。一応披露宴しますよ。あ、本当に。お富山で楽しみって言ったけど、呼ば呼ばれない。呼ばれ来てくださいよ。よかった、呼んでくれんの。呼びます、呼びます。2022年一番嬉しい報告ねえ。ちょっと泣いてますよ。めくそ、めくそ、めくそ。ふざけで動画じゃないんで、せっかくの素敵な報告動画だったのに。下半期の目標だけ言って。あ、それいいね。はい。ないのこれ。津田奈由子の結婚は全力でお祝いすることです。おー、もっとなんか富山の遊び場のためになるようなこと言ってくださいよ。目標にダメ出しされることってあるんすか。私のことはいいです。あ、まあでも県外のロケとかを増やして、県外でいろんなお仕事したいなって思う気持ちもあるんですけど、津田奈由子の結婚を全力で応援します。いやいや、行く県外。県外のロケ全力でやって。下半期はというか、元旦の時に言いましたよね、10万人登録目指しますって。いや聞いてないみたいな。ポリポリじゃないし、だからもうそれに向けてできることを精一杯やっていきましょう。以上です。チラシ配りましょうか。チャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube やってます。とりあえずさ、じゃあ富山駅と金沢駅と福井駅でティッシュ配りします。いいかな。だからよかったらいいんだよね。知り合いに。それで10万人いくんかな。頑張りましょう。地道に地道に地道に。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。下半期も頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。おめでとう。おめでとう。ワークマネー、ワンフォーダショー、ツフォーダショー、三四わらび、五になり、揺れて揺れて揺れるイカの気持ち、楽しいだけど楽してないし。